数日でありましょうか。やってまいりました。また15と51でもってね、これ逆の数字でもって、おいおいおい、大変だ、すごい、ちょっと待って、行くということで、はい、よっしゃー、豊田島さあ、あなたは、はい、サヨナラホームラン、あれが今年は本当に忘れられないですね。本当に悔しくて。なんてこんなところまでボケてどうするんでしょうか。さあ、だってこの試合を優勝には僕はあんまり貢献してないですから。いやそんなことない。あんたが一番やろ、もう今年はもう。何を言うんですか、お父さん。それはね、元西さん、はい、あなたも悔しいことたくさんあったんです。もうね、言わないからね、はい、さあ、間もなく冷たい間もなく始まる模様ですが、はい、それでは、イチロー選手のちょっとコードを踏まないで、はい、
それではイチロー選手の共同インタビューを始めたいと思います。はい、まもなくです。まあ、お疲れ様と言った方がいいのかな。その通りです。日本一のねお酒の味、リーグ優勝の時のお酒の味と違いますか。なんかリーグ優勝の時のが、弾けたかなと思いますけど、今回の方が若干余裕があるのかな。余裕じゃなくて、やっぱり130試合戦っての優勝と、短期ということもあるし、あとは去年できなかった日本一をシーズンの優勝ではやれる喜び、と今日本シリーズで勝った喜びっていうのはその来シーズンからの、なんですか、心構え、また厳しくなるぞというそういう気持ちがあるからです。だけど一郎選手はねずっと個人的な記録のことをシーズン中言われても、目指すところは他にありますとずっともう一貫して言い続けてきましたけれども、その目指すところが今日の日本一ということになるわけですよね。これはまた違うんですけども、違うんですよ、そういった具体的な何かっていうのははっきりと僕もまだ分かってないと思うんですけど、最後までそれは分からないかもしれないし、でもなんとなく目指すものっていうのはあると思う。そのうちの一つがやっぱり今日の日本一ということになるのかな。その中には含まれてると思うんですよね。今までねずっと個人的なことを聞いてもほとんどシーズン中っていうのはイチロー選手は具体的なことはね答えてくれなかったんだけど、今日は日本一になりましたんで、個人的なイチロー選手自身の個人的な今シーズン、やっぱり素晴らしい年だったんでしょ。これは漠然と答えればそれはもちろんそうなると思いますけど、やはりプレー一つ一つ細かいことまで言うと、満足するものももちろんあったし、そうでないものもたくさんあったし、ですからなんていうんですかね、足して引き算してっていうことはちょっと難しいですけどね。ということは目指すものはこれからまたどんどん変わってくることでもあるだろうし、またどんどん生まれてくるものでもあるんだろうね。もちろんそうだね。しかし今日はねこの前の9月23日の時よりもなんかお酒にこう酔ってないという感じがするんだけども、この前の強くなったんですかね。でも今日のが気分悪いですよ。気分が気持ち悪いですよ。この前はね顔真っ赤っか、今日はね白い。気持ち悪いですよ。でも本当にね一郎くんの横にいるだけでお酒で僕酔いそうです。これでもそういう意味では今年ね日本一という、一つの偉業を地元神戸で達成できた、もう本当に神戸のファンの皆さんはイチロー選手の活躍とともにね喜んでくれたと思うんですけれども、今日の本当にスタンド埋めた3万3000人以上のお客さんもね、本当に大満足だったシーズンだと思うんですよね。ファンの皆さんにメッセージを。これはシーズンの優勝の時も言いましたけど、いいですか、続けてください。大丈夫ですか、大丈夫ですか。最後で一言、終わってからやります。続けましょう。いいですか、行こう。シーズンの優勝の時も言いましたけども、前半というのはやっぱりファンの方も僕らもなんでこんなことしかできないんだというか、不甲斐なさの残ることが多かったんですけど、後半はやっぱり、まとまって、最後の日本シリーズもそうでしたけども、ここという時にはやっぱりできるんだと、いうことは選手もみんな実感したと思うし、自信にもなると思うし、ファンの方には応援してくださいって、これからまた応援してくださいってことは言えないですけども、
僕らがその応援してもらえるようなプレーを目指してまた頑張っていきたいと思います。それはみんなチームもみんなも一緒に気持ちそうですか、まあ、日本一になってまた次の新しい目標に向かってね、レベルアップしていこうということですよね。そうですね、はい、どうも今日はありがとうございました。一郎選手のインタビューでございました。